はい、それではこちらの論文について長岡技術科学大学の角張が説明させていただきます。まずこちらの論文なんですが、提案されているものは架空フレームを用いて、階層的フレーズベースの機械翻訳のシステムを改善するというものです。でその結果、日中機械翻訳のタスクにおいて、ハイイエローベースラインを上回る結果が得られています。また、日中のように、単語の、順序が大きく異なる場合に、より効果を発揮するというふうに書かれていました。まず初めになんですけども、日中機械翻訳のタスクの問題点では、日本語と中国語の2つの言語間で、文の構造が大きく異なることによって生じる並び替えの問題というものが大きな問題となっています。で、階層的フレーズベースで、翻訳を行うといった場合には、を用いる利点としましては、同期文脈自由文法というものを使用して、あらゆる形式の翻訳対に対して対応することができるっていう強力な方法です。ですが、現言語の長さの制限と、解析上の効率化を考えると、制限いくつかの制限が設けられています。で、それらの制限によって並び替えというものがうまく動作しないということがよくあります。でまた、フィルモアという方が、核文法というものを、提案していて、その核文法は、あらゆるタスクにおいて、効果的ということが証明されています。で、具体的にはルールベースの、機械翻訳システムとかなどで、用いられています。また、日本語の場合ですと、日本語の表層核フレームというものが定義されていて、日本語の依存関係タスクで幅広く使われています。そこでなんですけども、日中機械翻訳のタスクで日本語の核フレームを導入することによって、フレーズベースのフレーズベースに核フレームの情報を用いることで機械翻訳の性能を上げようということをしています。でも実際に用いるその、モデルに適用するように核フレームを、同期文脈自由文法の、スタイルに、変換をして、用いています。使用する情報なんですけども、訓練データから、核フレームと、ハイエロスタイルの、同期文脈自由文法というものを抽出して、そこから核フレームの情報は、そのまま使えないので、核フレームのルールっていうものを、ハイエロスタイルと同じ、スタイルに変換をして、その2つを、デコードする際に使っています。で、核フレームのルールの抽出なんですけども、日本語から中国語にするので、日本語の方をやるんですけども、表層解析というものを行って、日本語の表層核フレームというものを、取得しています。で、訓練データにもアライメントされているので、その核フレームと、その並び替えのルールというものを、抽出しているんですけども、この上のこれが、目的言語の現言語の区切られたフレーズになるんですけど、それが目的言語で、どの単語と、対応しているかっていうもので、A のもので言えば、2と、フレーズ1が、2と4のこと、単語に対応してて、2つ目のフレーズが、1と3の単語に対応しているということで、目的言語の、順序的にはフレーズ2の意味が先に来て、
その次に、フレーズ1のその、意味的な内容が来るというふうに、まあ、それらで、こういう流れが来たらこういうふうに、まあ、並び替えができるっていう情報を取得していきます。で、まあ、具体的なんですけども、まあ、実際に、日本語の単語が、まあ、中国語のどの単語に対応しているかっていうものが言われていて、そこから、まあ、表層解析をすることで、がの確認は、まあ、私たちというものが来ていて、まあ、それに対応する中国語は、まあ、その単語が来ているっていうふうに、まあ、1から5は、フレーズのルールっていうものが来ていて、で、まあ、6には、実際にその日本語では、まあ、この順序で来ていて、逆に、中国語ではこういう順序で来るっていうルールを保持しています。で、そこで、上のクックフレームルールのままでは、デコードの際に使えないので、まあ、下の、実際にそのデコードで使える、まあ、形式に、まあ、変換をしています。まあ、変換なんですけども、まあ、各フレームをハイエロスタイルにデコードで使用するために、まあ、ドンキ文脈自由文法のスタイルに変化をしているんですけども、まあ、がの角が、まあ、ルールの、まあ、一番左のがのところに来て、で、まあ、目的と対象の言語と目的の言語がそれぞれ、まあ、来ているっていうふうに、まあ、ルールフレーズベース、フレーズルールのものは来ていて、逆に並び替えのものも、まあ、同様に、まあ、どういう順序で来ているかっていうものが、まあ、そのまま実際に用いられる形に置き換えていて、この、記号は、その動詞が、まあ、語義の違いなどを表すために、まあ、来ていて、まあ、その X は、基本的に、デフォルトで X になっていて、その語義の違いによって、まあ、そこが変化するようになっています。まあ、で、ここでは先ほどの、変換したルールと元々の、機関翻訳で使われているルールの両方を使っていて、まあ、それは先ほど変換したのでそのまま、デコードの際に使用することができるというふうになっています。まあ、評価するために、2つの実験セットを用意していて、まあ、1つは、中国語機関翻訳のワークショップで持ち上げたニュースの、データで、もう一つはアジアの、まあ、日中の、まあ、対話コーパスになっています。でも、まあ、どちらも日本語から中国語にするんですけども、日本語のものは KNP によって、まあ、解析をしています。で、次に実験結果を示すんですけども、まず1が、各フレームの情報を使わずに、まあ、階層的フレーズベースのそのままそれだけを使って、機械翻訳した場合で、2が、実際にその各フレームの情報を、まあ、使える 状態に変換して、まあ、この同じモデルに対して適用して、でマニュアリーっていうものは、まあ、その各フレームのルールっていうものを、まあ、そのなんか、まあ、良くない点、まあ、うまくその構築されていないところを、まあ、指導で修正して、まあ、同じように適用しているものになります。実際の結果なんですけども、まあ、2つのコーパスでそれぞれ求めていて、まあ、まあ、各フレームを使うことによって、まあ、ブルーのスコアが上がっていて、で、まあ、ただ各フレームを使うだけじゃなくて、そこを、より正しいものに、まあ、人手で直すことによって、まあ、より性能が上がるというふうに、まあ、どちらの、まあ、実験セットでも、まあ、結果が得られています。実際の取得結果なんですけども、まあ、ベースラインのものでは、これを、入れてるんですけども、現在進行中の一部の工事を除いてっていうものが、まずそのどの対応に対応するかっていうもので、
まあ、そのルールによって、まあ、先に翻訳というか、まあ、前に来ていて、まあ、覗くっていうものが、まあ、各フレームを使ってやった場合には正しくその尾の角が正しくその、まあ、対象角として認識されて、まあ、翻訳されているんですけども、ただ階層的フレーズベースのモデルで各フレームを用いずにやると、まあ、その尾の角がまあ四角となってしまって、その工事が覗くというふうになってしまって、まあ、正しいその、まあ、文脈、まあ、意味を保持できていないというふうになっています。まあ、こちらも同じで、まあ、その集合時間というものが、まあ、その対象角なんですけども、普通のその、階層的フレーズベースではそれが四角になって翻訳されてしまっているけども、各フレームを用いることによってそれが正しくその対象角として認識されて、まあ、翻訳がされているというふうになっています。まあ、結論なんですけども、日本語の各フレームルールっていうものを、同期文脈自由文法に対して拡張を行って、そのハイエロー形式のシステムの改善するという手法を提案しています。それによって、まあ日中機関翻訳において、まあ、ベースラインを上回る、まあ、結果が得られているというふうになっています。以上で終わります。